マジでうますぎる。塩見はにも負けない。ヤクルトの塩見は現在 NPB でトリプルスリーに最も近い男と呼ばれており、特にその俊足ぶりが目を引き、50メートル走で6秒を記録。そんな塩見は2018年新人合同自主トレ中の短距離走でもダントツ。その際に塩見は大学時代は昼休みにイノシシを追いかけ回していましたと漫画みたいなエピソードを披露。記者が帝京大の唐沢監督に確認すると、本当ですよ、イノシシを見つけるとあいつは子供みたいに奪って走っていきよった。また監督は、普通はイノシシに追いかけられると逃げるんですけど、塩見の場合は自分が追いかける方で、捕まえたロカみたいな感じでした。驚いたことにイノシシを追いかけ回した話は本当だったのだ。